ヒョードル2世ボリソビチ・ゴドゥノフは、モスクワ・ロシアのツァーリで、動乱期の短命な統治者の一人、ボリス・ゴドゥノフの長男、母は、マリア・スクラートバ・ベリスカヤである。ヒョードル2世の知性のロシアの地図殺害される、ヒョードル2世と、母、マリア・ヒョードル2世の名が刻まれた、降下混乱する国内で、ニセ・ドミトリー1世が、カルト的な指示を受ける中、父、 ボリス・ゴドゥノフの休止を受け、1605年4月23日に即位した。だが、ボリスの死と同時に支持者は離反し始め、ニセドミトリー支持に回る者が、相次ぎ、ゴドゥノフ家は、求心力を失っていった。また、サーリの母親マリアが、悪名高いオプリ一チニキの首領マリュータ・スクラートフの娘だったことも、求心力低下に拍車をかけた。その上、 父の部下であった大貴族のバシーリー・シュイスキーは、ヒョードル一世の弟、ドミトリーの死に関して、ボリスが送り込んだ資格が誤ってその友人を殺したのだと前言を撤回し、偽ドミトリー一世は本物のドミトリー巫女であると主張した。同年6月に、偽ドミトリーの軍勢が首都に迫ると、11日にバシーリー・シュイスキーら大貴族たちは、 ヒョードル二世とその家族を逮捕、監禁した。その後、20日に、バシーリー・シュイスキーらは、モスクワの縄文を、ドミトリーのために開き、首都に乗り込んだ偽、ドミトリーの命令で、16歳のヒョードル二世は、母マリアと共に殺害された。一人残されたアネクセニアは、数ヶ月間偽ドミトリーに慰み物にされた挙句、その花嫁マリナムニシュフブナが、 モスクワ入りする直前、修道院に入れられた。父、ボリス・ゴドゥノフが見ている中、勉強するヒョードル・ヒョードル2世の母書ザーリ・ヒョードル2世は、西欧志向の強い父、ボリスの教育方針で、高度な教育を受けた、優位の少年だった。当時の文献の語るところによれば、彼自身もまた、とても学識がある人物として知られ、強靭な肉体を持ち合わせていたという。だが、 不運にも彼は若く、父のように人々をまとめ上げる、統率力を持ち合わせていなかったため、あまりにも悲惨な死を遂げることとなった。後、19世紀後半に、モデストム・ソルグスキーが制作したオペラである、ボリス・ゴドゥノフでは、ヒョードル2世も登場人物の一人となっている。ありがとうございます。